で、どっち行くのこ,こっちかうんこんなホテル街にアパートあんのねここあんたの家？おもむと貼ってあるけど部屋の封印を解除してくれこれのことねイン結び <noise> えなにこれ 経験に任せる。よし任せろ。<laughs> やってくれるんだこれで。左右な左右ボタンで解放。おお。中に何があるんだ？入ればわかるよ。封印されてるのに入って大丈夫なの。イン結び。マウスでインを書いてボタンを押して完了。これ本来なら自分で動かすんですね。さっき経験に任せたけど。 どうりに印をかけば悪霊浄化したり封印等を解除できるああこういう要素外人が好むのかななんかすぐに行きます陰陽寺みたいな感じですけどミッションクリア K K 経験値500切りを払う力室内を調べるレベルアップ 最大値増えました。はいはい。秘密基地って感じだな。<laughs> お風呂場って秘密基地なん。味ジって言えよ。どっちも一緒ですよ。汚ねえなあ。あ、ドックルがある <laughs>。なで。かけがえのないばい。番犬のために。愛犬のためにか。 いいねドッグフードキーアイテムなんだドッグフード犬のために作られた加工食品日本で最初のドッグフードは1960年に発売された2009年にはペットフードの安全に関する法律が施行されへえそんなんあるんですかペットフードのための法律なんかあんの以降ペットの食生活改善に向けての取り組みが続けられている犬に与えるといいことがあるかもしれないいいね犬を見つけてこれあげよう。 自分映らないんですけど鏡に映らないって吸血鬼みたい死んでんのかなやっぱりここ多分トイレうん汚いあ、こっちがトイレだジョールあるけどジョールここにあるけど使うここでジョールこっち何入れない秘密キッ え、仏壇あさすがにこれは秘密基地っぽいなこれ何 <laughs> えペンチあ弓かなんだよこれなんだよこれって別に当たっていいじゃんここんなものどこで関係あるそんなこと。 弓ってことは矢がいるんでしょうね。まさらじゃん。国のの番犬かつあぐれ者のお友達ってところどういう人間かは知らないけど。あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。すぐ突っかかるなこいつ。腹立つ。お前はおとなしくありがとうございます。使わせてもらいますっていやいいんだよ。よいしょ。 <laughs> 秘密基地っぽいけど何やってるか全然分かんないですねうん銃ですねただえ銃ですね幽霊には銃は効きそうにないなでもそれ言ったら幽霊に弓矢も効きそうにないけどただ単純に鉄砲大ダイスキックが眺めてるだけみたいな気がしなくもない うん、なんか世界またに股にかけてます予感出してるけどなんかポーズだけな気がするなジ磁場計測記録変化なし増加傾向変化なし特定結果返ってこない壊れたなんか嫌な予感全員に要連絡いいエドのことかな 嫌な予感がする程度にしか変化はないってことねほぼ変化なしよね新しい項目ああ宴ネオン街なんて読むのかな塩酸渋谷随一の歓楽街である宴さん町 にある会員ホテル街。ネオンで飾られた派手な建物が並んでいる終電を逃した会社員がよく利用するなるほどそれだけじゃないけどねあと何だろうあっ根っこまた読みは猫股長い年月を生きた猫は霊力を蓄えしっぽが2つに分かれて猫股になることがあるという尾が二股になることから猫股と呼ばれるのだという説もある 猫股はその霊力によって人間の言葉を理解することができる。でも話すことはできませんでしたね。<laughs> そして長く生きるごとにその霊力を増していく力を増した猫股は人間を襲うこともあるようだ。怖いね12から3世紀頃に藤原定家によって書かれた「ん明月期かな明月期かな?明月期かな」には猫股が現れ一晩に78人の人間を食べたと記されている。へえ。では猫股に。 猫このせいにした別ののの人間のせいいじゃないでしょうかこの猫股たちがなぜ渋谷で商社を経営しているのかについては謎が多い一説によると名ー,ーを稼ぎ名ー,ーね名ー,ーを稼ぎ高級な名また旅を買うためらしい何でも名をつければいいってもんじゃないっすよなるほどまた旅のため 動物たち <laughs> すっごいなんか可愛らしい <laughs> おこの感じなんだろう人間以外の動物は消失せずに生き残っており今も渋谷の街をか歩しているようだ霊詞を使えば彼らと意思疎通できるだろう霊詞を使えば意思疎通できるどういうことどういうことうんちょっと次動物がいたら試してみよう。

まあ何人消えようが俺には関係ないがなただこのどこかにあいつがいるお前の妹までえなんで妹さらわれたんでしょうね <laughs> どこかって <laughs> うるせえなこいつほんと腹立つ <laughs> 終わったあこれプロジェクターだったんですねイーヴル・ウィズインにもプロジェクター出てきたなあ モザイクかかってる。モザイク。それとも、監視カメラの映像をアップにしたせいで。ネームアンノーンロケーションアンノーンこれ、これ、発射区様じゃないこの帽子。うん。なんだろう。わからん。 これって、あんたの本うん。ガキの頃にカッパを見たことあ,ああカッパって書いてあるわ。あんた、子供の頃から普通じゃなかったのか。お前が本読んでないだけだろ。ほんと一時つかかってくるな、こいつ。オッケー。ソンジの仏壇片手に開けていいのまあ、開けといた方がいいか。<laughs> 仏壇に <laughs>。仏壇に団具が備えられてないんですけど、これ取っていいの ああ向こうの世界の食べ物だな。向こうの世界の。俺たちなら食えるぞ。どうぞお召し上がりください。このの食べ物とは違う効果があるかもな。え。明快の食料、明快のさい、ん、明快の食料を食べると体力は回復し、さらに一時的な能力アップが得られる。能力アップの効果は画面左下にゲージで表示される。あは。あは。インベントリ。 インベントリスペシャルフード防御力10%アップ効果時間ってどれくらいなのかな現世の和菓子によく似た食べ物ひんやりとした食感で上品な味がする食べると体が硬くなり防御力が上がるでしょうねこれ説明どうやって見るの 説明見え、見え、見られないんですけど。ユーザーインターフェース悪すぎじゃないあれかなゲームパッドに敵化、最適化されてるから、マウス、操作はあんまり、できない系かな予定のメモ、17時、恵比寿駅、西口、エリカと待ち合わせ。新しい人物出てきたね、エリカ。誰、エリカ KK エリカって誰きったねきったね <laughs> お団子で強くなる騎士感がお団子で強くなるえっき感。なんかあったお団子で強くなるお団子なんかあったっけか読めない。 なんとかな、勝ち込み、にも、これ、一、ヤクザ揚げ、気合い入れろや。これは <laughs>、歌舞伎揚げのパロディーかな。ヤクザ揚げ。ですね。ボックスで買ってんだ。よっぽど好きなんですね。ヤクザ揚げ。なるほどね。まあ、渋谷といえばヤクザみたいな。いや、違う。あれは歌舞伎町か。 汚い張り紙けけ。私が帰るまでに容器や食べ物の空き置きは必ず片付けることさっきのエリカかな張り紙したの確かにお前はがわりにやってくれるか <laughs> やだよ体がないからできませんもんねさっきのエンジンカップラーメンがある汚ないあまりに これは。お、単語ゲームワークスの。フィギュア、単語ちゃん。<laughs> え。インベントリいやー。違うな、データベース。名産式団子はさっき取ったやつ。 これさっきの張り紙じゃない私が帰るまでにそうですね。別にこんなのファイリングしなくてもええんですけど。タンゴちゃんは何なん,なんインベントリないなドッグフードあるから犬を見つけたいね。これなんだ取る。 マンホール少年事件 KK の報告書マンホールの近くで人が消える事件について書かれている取得すると礼儀ポイントを獲得できる取得すると何を取得するのマンホール少年をうーんわからんこれは俺が調べた事件について書かれている何かの参考にはなるかもなああ KK が書いた文章が渋谷のあちこちに残されている見つけ出すと礼儀ポイントを取得できる。獲得できる。ああ。このファイルを取って読むだけでポイントが得られるわけね。オッケー。書籍リスト。資料集めよろしく。バイ・リンコ。えエリカの他にも別の人間がいた。検証明快なも日本事術図録。生徒史、その文化史。カップラーメン年間2020。 カップラーメン好きなの、ね、エンジン以外にもいろんなカップラーメンがあるんでしょうかリンコさんが大好きな。うわあ。婚活ならぬ婚活。3人に1人は行方不明。ん東京怖新聞。東京コア新聞かなそれとも。でも、完治自動車運転。<laughs> え 行動実験開始、全世界初。え、ほんこれ、ムー、ムーかムーレベルのなんかおかしなことか、おかしなこと書いてますけど。唐揚げさん、お別れの会。どういうこと食べられちゃったってこと唐揚げがお別れ例も感知自動車運転。あ、例も感知自動車運転。えいや、どうだろう。どこで区切るんだろう。 あれ、ねあのー、あのセンサー搭載の車最近多いですけど例も感知して止まるみたいな感じなんですかね正直あちこちで止まりそうですけどそしてこの婚活ならぬ婚活ってどういうことなどういうことな何の活動してんのこれああさっきの般若の顔が日本にありますけど 世界を股にかけてこの般若が暗躍しているとかいうことを言いたいんですかね。うん。そして汚い。不要品、粗大ゴミ、遺品回収。<laughs> そうね。お前のこの部屋は一回片付けて。ああ、ドッグフードー。ワンワンに会いに行こう。ね、これで全部調べたかでもまだ室内を調べ、あ、ここにあったわ。いや、これはさっきの。 ですね、あとどこだろうまだ調べ取る金運だ,る、ま、なんだ飾っておくと運が良くなる丸い人形仏教の修験者が由来というああだるま奉仕ねそうね飾っておくとっていうけどそれ取っちゃっていいのどっか飾るのかな 自宅に帰って飾るんでしょうかこれで全部見たんじゃない見てないかなまだ室内を調べるって言ってんねあこれがあった見る誰仲間だ,<え>だったというべきか エドとリンコあいつ俺たちもそうあるべきだった。俺たちわかるように話せ。あの女の人がリンコでもう一人がエドなんでしょうね、きっと。この黒。ああ、了解外に出る。こっちか。この部屋気になるな。寝室かな 階だと。マンションごと押しつぶす機関。結界を破る方法があるはずだ。探せ。押しつぶすってどういうこと。あ、シフト。結界の根源を見つけて破壊する。上かな。えっと、シフトで走る。結界の。壁だああこいつを壊せ。を了解。どうやって壊すの。殴るのか。他にもあるはずだ。オッケー。え、こっちじゃない。上か。 この階のどこかにさっきの石があるはずだこの階のどこかにあ,あ部屋の中わざわざ部屋の中に金石を用意したのトイレ閉める開ける意味な意味なここは開かないけどこっちか何が起こってるんだ結界のせいで あの世ののの干渉が強くなってるんだこのままじゃあ世に押し潰されるあの世に押しされるとはどうあな何これ時間制限あんじゃんちんたらしてらんないね <laughs> とてもワンルームマンションとは思えないおーおーワンルームマンションとは思えない広さですけど <laughs> ああすごいイービルビズインっぽいなひと <laughs> まず行けるとこまでおーおーなんこれ 弓や措置条件です。こっち急に襖ま。お？進めませんけど。距離があるな。さっきの弓を使えあ、あの、えー、弓を装備する P。これ？しっかりと狙いを定めているんだ。狙いを定め、押し続けて放す。なるほどね。 重力で下がっていくからちょっと上を狙う必要がある何を持って数分,だてる数分なのこっちかあ間違えた今何した開けるトイレける。トイレ開ける 開ける何もないね。開ける。ないね。狭いな、この部屋。4畳半ぐらいしかないですけど。さっきの要石壊したんでしょああ、なるほど。これで上に行けるようになったんだ。オッケー。 ここは、ここ入れない。こっちか入れない。まだ上。入れない。こっか。完制限あるから、急がないといけないんですけど。トイレ。この蓋は閉まらない。寝室。キングのポーチ。パソコン。テック。テックってなんだ <ト>イレ <laughs> 入って真正面にトイレがあるのなんか不思議な感覚ですねしゃがむしゃがんで通り抜けるうわー何かあるはずだゆっそんなこと言われましてもすま何もないねすごいガタガタしてるのもあれなんですけど それより何よりここに小便器があるのが非常に気になるんですけどえー、これどこどこ行くんだ行けませんよねここあ落ちんのかなここほいうんこっちか時間制限で終わりそう行き止まりいや上に行けそうだ上

おぉおぉなっ何これ開ける何もないこんにちはなななななめっけさんですかどうもこんにちはいらっしゃいませ初めましてですかねいらっしゃいませなのだ今今なんかなんかとてもアーチが大変なことになってますコースバイヤー東京今日から始めました時間をかけすぎてるわかってるわかってるよ おうぶっ壊せえーとこれ ?OK 危なかったなこれはやれやれだぜ OK ということで、えー、ゴーストワイヤー東京という中二病的な感じもあるようなないような こんな不思議なゲームをやっております。よろしくお願いします。通る。味噌汁かっこ、アサリ。お湯がいるんじゃないあ、ヤクザ揚げだ。お腹減ったなヤクザ揚げ食べたいなヤクザ揚げ、ヤクザ揚げじゃない。ぶき揚げもなんか甘、甘みの強いやつと弱めのやつとありますよね。どっちも好き。 何もない。でよう。外に何かその黒幕がいるみたいなことを言ってましたけど、カメラスタンプ。オッケー。カメラスタンプがいろいろ手に入ったけど、下に行ってくれと言われたところで上に行くのがロールプレイングゲーマーの足並み。何もないね。普通に屋上かこれジャンプで落 下に行ってくれってここから下に行ったらどうなると思いますかなんか傘があるね。朝うっ誰かいるおお、普通に降りられた。はい。レーシブこれはさっきのはこいつの仕業か。おうぞ。 なるほどね。わかりやすくていいね。え懐かしいな遊んでる場ガチャガチャ。カプセルトイ。渋谷にあるカプセルトイを購入することでさまざまなフィギュアが手に入れられる。手に入れたフィギュアは撮影モードで使えるようになる。あ、なるほどね。別に撮影はしないからいいかな。カプセルトイを買う。お金がいるの、やっぱり。お金いるのちょっと。 ちょっとお金はワンワンのワンワンのご飯に使うんでち,んちょっと待ってちょっと待って片代があるからさえー、っと電話をかけて幽霊を送る <laughs> 電話をかけて幽霊を送るってなんだよで98体を転送して96メーカーと 196XP を入手しますが、はい、まだ転送しない転送しない理由はないんじゃない <laughs> どう見ても蓮行さんえ何ああご,ごめんごめんごめんこんなところで油売ってんじゃないよっていうことかなててそれとも妄想でしょうか幽霊転送数506うん20万人にはまだまだ遠いですね向こうになんかあん 幽霊だ幽霊とこれ何んま,まずこの幽霊な何とかしようなんか邪魔くさいからワンワンパブで気持ちを聞くああ餌をあげることもできるけどかわいいね何を考えてるんだい カラスが多いところは避けたほうがいいよあーカラスに襲われるんですねはいはいデイズ・ゴーンでもあったからわかった可わいいガル <laughs> なんかちょっと近づきすぎじゃないでっかいなでこれでちょっと餌を与えてみよう餌をあげてみようかドックフードさあどうぞどうぞ笑らっちゃうよどうぞ 感謝しろよ <laughs> かわいいね。生き返る。ド <laughs> ッグフード食べて生き返るはなかなか面白い言葉だな。ワンワン。んああお金くれた。ドッグフードを与えるとここほれワンワンしてくれるのね。ありがとう。<laughs> いいやつだな。え、もう一回くれたりする ガラスがいああドッグフードは1回しか与えられない,いっぽいな。ですね。OK。ありがとう。そうか。じゃあ渋谷中のワンワンを見つけてドッグフードを与えまくろう。ドッグフードを与えてコこほれワンワンしてお金を稼ぐ作戦。さて。奇襲だね、ワンワン。<laughs> 違いが。 さすが、大我さん、違いが分かりますね。普通に柴犬かと思ったけど、どう違うのかよく分からん。顔が凛々しいのが紀州なの。イブヤ。陽キャはいないから。あ、ちょっと待って、これ、これだけ取らせて。これだけ、これ。あ、右手、右手で取るか。イナゴのつくだ煮。イナゴのつくだ煮。あんまり食べる気になんないな。 声が芝じゃないぞわ <laughs> からん。<laughs> それはわからん。今ので体力半分減っちゃった。もうこっちから出るしかないんですよね。いけるかなあ、いけた。あここにもある。いなり寿司。いいね。星2つとかあるけど。ご飯にもレアリティとかあるんでしょうか。なんか変な音しない あ、こういうことか。上にアイテムがあるよ。あそこなんかもやってるな。なんだろう。進行方向どっちこっちかな。稲子が食えたら、大飢餓時代も、大飢饉時代も乗り切れますからね。まあまあそうなんですけど。そうね。もう 生きるか死ぬかっていう話になってきたら食べざるを得ないんでしょうけど今はそういう状態ではないんでゴミ箱漁ってお金を手に入れてる <laughs> なるほどねなるほどねこういう場所だったらホームレスも行きやすいかもしれないでどっちこの線何ああ忘れてたそうだこれこれだ ははい、はい、じゃあさっきのおっさんをすごい何だっけなんとかカメラみたいになってますけどおーじゃあ追いかけていこうかなんか見えるなああれ猫コマタださっきのドックフード変えるんじゃないこれってえっさっきの力って何浄化する方法を探す浄化はいろいろしてきましたけど。 ファミリーマート先寄っていい開ける。あっ、タブえあ、鳥居ある。ああ、そういうことですか。オッケーオッケー。こういうことね。ああ、言う,いう。 汚れ,汚れにとらわれた幽霊。幽霊が汚れにとらわれていることがある。汚れのコアを霊視で発見して破壊するととらわれている幽霊が解放され吸収できるようになる。幽霊を吸収するっていう発表現がちょっと嫌だな。先に進もうぜ OK。けがーーれ,れも見つけて吸収して稼ぐ。ていうこと。100人助けました。にゃん。 君に餌は与えらんないのかなそりゃもう猫に小判って言うくらいですからそれは意味がない行動のことを言うんですけどねそういう意味じゃなかったようなそうねあっ矢も売ってるんですかうんさっきどっかで矢が手に入ったなまあいいやドッグフードなんせ俺はこのゲームは多分ワンワンゲーだと思うんでなんせドッグフードを 買っておこう。三つぐらい買っとこうか。合う。いい長押し。いい長押しとか言うくせにいいじゃないんだよな。あいいってこっちか。オッケー。よし。じゃあちょっとバンバン探しに行くか。無駄遣いするなよ。<laughs> 分かってるよ。<laughs> お父さんか。 まず困ったときには、冷静してワンワンはいないあっ、ゴミ箱。ゴミ箱これからゴミ箱をよくみ、見ておかないと。オッケー犬に優しい、良い配信者ですね。あっ、いました。えっ

今使っている指だって神社で見つけたんだ取ってきたんかい盗んだのかじゃあどうだろうな白 <laughs> 山神社へ向かうミッションクリア経験値五百。犬に優しい良い配信者ですけど猫にも優しいです ねっえっドッグフードあるけど猫猫気分が悪い可わいがるか <laughs> あんまり可愛がれてなくないちょっと向こう行こうかやがんで近づきかわいかわかわかわ愛がるかわ愛がれないいいで可愛がる全ん可愛がらせてくれないな気持ちを聞く 気分悪い。変なものでも食べたんでしょうか。猫にはドッグフードは与えられないみたいですね、やっぱり。ほんとに猫は猫って感じ。あれ、幽霊じゃないこのもやもや。ああそこになんか動物っぽいのが。あらね、これ幽霊だわ。女の子の例、ね、着物を着た猫がうんたらかんたら。 猫股のことかなえな何この線あ神社のこと幽霊えあそこにも幽霊いるうーんいやちょっと待ったちょっと待ったちょっと待った女子,子女,女子高生いたわ、うん、あっ痛いちょっとスカートで回し蹴りやめた方がいいと思いますよおい、うん、臨う投射 当社はいえまだ来んのほいそして壊いは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 いさ、はあこの人高いところから落ちても大丈夫なんですね女の子ので誰かいないのいますよ助けに来ました霊を吸収する なんかコンビニでネコが片白売ってましたけど、片白売ってましたけど別に買わなくてもいい気はするなインベントリー枠が10個あるけどそれを増やせるみたいな感じですよね。あっちにも幽霊がいる。いや、なんか犬がいなかったっけあれは猫。 まあ先ちょっとあと神社行こうかあんまり寄り道するのもねっていう感じなんで寄り道は配信街とかですればいいしあれかこれのこと<か>焼きおけ地蔵村ああなるほどねガム撫でるなんかこのお地蔵いい顔してるなうん 拝む風の冷力最大値アップ風のん地蔵地蔵を拝むと冷力エーテルショット攻撃のためのエネルギーの最大値が上昇する弾薬所持数アップみたいな感じこの力ですね31になった合います,あり,ますありがとうございますお地蔵さんも探していきたい所存 あそこ幽霊いるね。どうやって行くんだろう。<laughs> バチ当たり。お地蔵さんのお堂を足蹴にするとか、バチ当たりもいいところ <laughs> このゴミ箱はお金ないの全部が全部あるわけじゃないのね。<laughs> え、なんか嫌な声する。幽霊の声か この調子で幽霊集めるんだったらやっぱりでも形を増やしたいなああ戻れ。え,えここもしかして霧せっかく猫がいるのにあのオレンジ色が動物かなちょっとそちらに行くのはまた今度ですお開ける空っぽ ちょっと視野角変えたいな少し近いですよね。えー、っと、オプション、グラフィック。うーん。視野角はないか。UI? ああ、フォントサイズちょっと大きめにして、配信向けにしよう。ん字幕フォントサイズ。字幕フォントサイズを大きくしよう。 え、このフォントサイズってどのフォントサイズフォントが出せ出せそうなところがないなきたはいいけどあえかえあえおいいねナイス んなところに鳥リガーアも浄化するぞルゾえっ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  <laughs> あれを使うグラップル天狗に照準を合わせてグラップルへえ。ちょっとお待ちくださいちょっとお待ちくださいその前にちょうどここに フォントの大きさってこれのことかなえっと、えっと、オプション UI フォントサイズこれを最小にするとあ,あ、小さくなった。なるほどね。うーん、最大でいいかなこんなに邪魔にならないだろうし。オプション UI フォントサイズ最大にしといて。 で字幕表示オン。字幕背景はあった方がいいでしょう。見やすくないプレイヤー情報よくわからん。ゲーム情報ひとまず全部オンにしといて。ミニマップフレームサイズ。ミニマップはちょっと大きめにしようかな。ミニマップ。ミニマップフレームサイズ。ミニマップのマップの大きさ。これどういうこと何が違うんコンパス表示。 わからんけど。これで一回様子を見る。んああ、コンパス表示。なるほどね。あった方が便利。ミニマップは今私の背中にあるんでちょっとわかんないと思いますけど。何が違うかわかんないからまあひとまず置いとこう。オプション、UI。 コンパス、レティクル表示、オン、ポップアップ、オン、ボタンガイド、オン、ミッションオブジェクティブ、オン、ミッションオブジェクティブ背景表示。これは何だミッションオブジェクティブ背景の表示を設定。何それミッション、何それアイテムログ、オン、オン、ボタン、オン、あは,ーはー、まあ。まあまあ、こんな感じかな。よし。ほな。ほなほな。カラス行くか。カラステングか。 カラスティングに標準。右クリックを押しながらカラスに標準を合わせてスペース。近くないとダメか。カラスティング近くにいないんですけど。あれでしょうこのビルを登ったりはできないのかなあ、幽霊いる。助けよう。 わこはどんどんどんどどど,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 ど霧の中だったわかりづらいなこの結果結構体力が減ってんねー何これは弾薬あお金だった 黄色いエーテル結晶体。エーテルの結晶体の中には黄色く光っているものがあり、破壊するとメーカーを取得できる。ありがてえ。これで、またドッグフードが買える。<laughs> 昔の銭なんですね。登れる。登れない。そうですか。ガラスペングに。あここっからならできる。スペースでグラップル。 クリス案外うまくいくもんだ妖怪も使いようだな寛容だけどこれ怒られてないグラップルやグライドを使い空中移動できるグラップルは天狗にワイヤーを飛ばしてワイヤーを飛ばしてとか簡単に言うけど何なんワイヤーって、えー、引っ張ってもらい一気に移動できる右を押しながら天狗に照準を合わせてスペースで飛び移る グライドは空中にいるとき十分な高さがあればスペースで滑空できる。へえ。へー何にも持ってないのに滑空すんのオプション画面で切り替えが長押しかを選択できる。切り替えの場合はグライド中にコントロールで効果できるホンホン。何せスペースを押しとけばいいわけね。問題は今、妖怪がすぐそこにいるということなんですけど。 これはカラステングではないですよね。普通の妖怪でしたよね。あれがカラステング。そして、堀井がたくさんある。うん。何せ、あの妖怪を倒そうか。これな。えー、っと、ど、えー、っと、あー、見つかる、見つかる。どうすればいいんだろう。 弓で倒せるんでですかねでもこれ矢が7個しかないからこれでいっかチャージしといて金杯を投射はい撃たれたことには気づいてるけどこっちまでは補足していないのでこの調子で打っていけばそのうち倒せるのでは見つかっちゃった え、なんかすごい派手なんですけど、何、何誇ってるえ倒したのマーカーはなくなったけど。倒したのかなこれ何取る。目 <laughs> おにぎり。はいはいはい。あ、いんねえ。金ぴょう投射。ほい。そして隠れる。 見つかったねすごい派手な攻撃してくるんですけどあれこれ攻撃じゃなくて自爆なのかなうん、なんかいなくなりましたね見る日本の小読み地点その三カンナ月牛歴では10月をカンナ月